ではこちらですよ。ついにね、エピックの J リーグが来たと。で、稲本、ガンバですよ。これを取らずにいられるかって。で、俊介と伊東純也。まあ、伊東純也は現役やけども、まあ、レイソル時代ということで、総合値92まで上がるのか、93、すげえな。これは絶対取らないといけないでしょう。で、29レベルまで上がって、スピード83、瞬発87スタート。こっからでしょ、強なるぞ、これは。いいね、伊東純也。そうか、いいな、エピックの J リーグいいよね。ようやくコナミさんがね、待ち望んでたものを用意してくれたっていう感じかな。で、俊介は、えぐ。プレスキック91、カーブ90、フライパス81、この辺りが目立つけど、普通にボールキープは79あるしな、強いぞ。で、レベル39。で、スキルがこんな感じと。いや、いいぞ。かなり強い。しかも35歳の能力でしょ？かなり強くない？ 2013 年か。いや、昔ね、トヨタと横浜の試合見に行って、た時に玉田が先制して、もう後半もそのまま名古屋逃げ切るかなっていうところで、ロスタイムに中村俊輔のフリーキック決まって、でピクシーがね、だいぶ落ち込んでたのをスタンドで見てたのを思い出したけど、いや、すごいぞ、いいな、欲しいな。いや、当時の代表チームを作りたいよ。梶とかさ、小笠原とかさ、もうそれこそ遠藤とかね。いや、そういう、ああ、それを思うとな、佐藤寿人、前のレジェンドのやつ、欲しかったな。いや、いいよ。これはね、すごく、今までこう、ウィレやってきて、一番叶えたかったことが、こう、実現しそうになってるっていうのがね、すごく嬉しい。で、稲ですよ。どうよ。79総合値で31レベルまで上がって、ガンバ大阪2000年。2000年の21歳、若っ。で、この能力でしょ？かなり強くない？スタート位置がこの位置で、スキルはこんな感じと。いいな、ブロッカーもあるし、インターセプトもあるし、もう最高やん。めっちゃ強くない？普通に80台ディフェンス超えてくるやん。めっちゃいいよね。さら92まで上がるわな、総合値。いや、めっちゃ強いぞ、これは。これは欲しいぞ。しかも、ガンバのユニフォーム着てるからね、これは取らなあかんやろ。で、ロゴは今の新しいやつやけど、当時のユニフォーム、アンブロでもないんやな。今はね、フンメルに今シーズンから変わるけど、いや、いいね。しかも襟付きやな。はい、では今回から新しい試みとして、さすがコナミさん、ありがとうございます。10人獲得すると、まあ、900コインで済むと。で、1人おまけしてくれるという素晴らしい機能をね、出してくれたので、非常にね、無課金でやる上では助かるところかな。900コインなんで、今3100なんでね。だからもう3回やったらもう終わりになっちゃうんで。いや、それでまあ30人でしょ。で、端数数人引いて、彼らが来るかどうか。いや、よくね、ツイッターでね、なんか、他のね、海外のリーグのレジェンドのガチャを引いてるの見ますけど、ビッグタイムとかね、149引いて最後の1人残ったっていう人もね、いるからね、それが怖いよね。そこまで究極じゃなくても、この30人で引けるかって言うたら難しいでしょ。いや、普通に外してコインをドブに捨てる可能性は十分ある。でも、かけてみたい気持ちも十分にある。まあ、普通にね、能力高いところで言うと、ソフミが一番大当たりやからね、この中で言うと。まあ、僕個人はこの3つなんで、他どうでもいいんですけど。
まあ、他が当たっても使えんことはないけど使わんやろうなっていう選手引いてもしゃあないんでね。いやーちょっとこの辺はもうどうでもいいわ。いや引こう、引かないと。今回逃したらね、もうこの前の佐藤久人みたいななやつもう来ない気がするな。いや引くでしょ。多分これ開幕やから、 J リーグ開幕やから今回これ用意してると思うけど、普通に今後同じようなエピック出るかって言われたら保証ないんでね。多分ね、三浦カズとかね、ツイッターで見てる限りあの辺りのは来そうな気がするんですよ。なんか写真出てたんで、多分今後もこの類は出ると思うけど、そんな頻繁に出るとは思えないんで、去年の傾向からすると多分年に1回2回、多くて3回かな、あるとすればそれくらいやと思うんで、いやここで引いとかないと多分ないでしょ。引くでしょ。今取るでしょ。行こう。900コイン。どんな感じな、一気にパン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 って出てくる感じ。一人ずつこのアクション見ていく感じ。初めて引くからな。どういう感じ、一人ずつ見ていくの。あ、一人だけ、代表一人だけ見て、他はなんかもうカードだけ表示されるみたいな。もういきなり外れてきてるやん。もうこのいらんよ彼は。どんな感じ。多分星4が最高なんでしょ、引いた中で。あ、ダメじゃん、全然ダメじゃん、クソやん、嘘やろ、こんな簡単に終わるんや、怖っ。星4を3人引いてるけど、マジでこんな感じで終わんの、全然面白くないな。まあ、一人おまけしてくれてるってのはありがたいけど、超無駄遣いやん。嘘やろ、こんな感じで終わるんや。いや普通に来えへんと思うで、これ課金する気もないしな。いや待ってよ、いやこれでさ一人でも引いてたらさ、まあまあまあってなるんやろうけど、これ普通に次のキュアコイン重たいな。でも行くしかないよね。いやマジで頼むわ。あ、すごい音鳴ってるよ、絶対来たやろこの音は。はい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 、で、で、いいな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 、来た、やばい、若い、しかもすげえ顔赤い、すごいやん。マジで引いた、めっちゃ鳥肌出た、えぐ。小波さんありがとう、マジでこれはやばいでしょ。いやー、もうやめていいやろ。伊藤純也とか正直いらんし、俊介もいらんよ。よし、これはこれはいい、すげえ、やばくない。いやめっちゃ取り上がかった。いやこれちゃうし、何やったっけ、もう興奮しすぎて操作がわからん。やばい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 、怖い怖い怖い、嘘でしょ。いやー来ましたよ、ありがとうございます。いやー、もう今までさガチャ運全然なかったけどさ、ほんまに来るとき来るんやね。いやマジで、ってすごかったんがさ、すごい顔がさすごく若く作られてたしさ、いやすごくない、小森さんすごいわ。いや待ってよマジで、いやこれはね嬉しい、嬉しい以外の言葉が出てこえへんけど、いやちょっとねじっくり育てていきたいと思います。あとね、振り分け、そのトレーニングして、でタレントデザインのこの振り分けを
GP 使って再度振り直すことができるみたいなことも出てたんで、まあ、ちょっとね慎重には振り分けますけど、1回、とりあえず成長させてやっていきたいと思います。そうね、いや頑張っ強なるぞこれで。持ってんやけどね、持ってんやけど、それ以上の能力ですから。いやこれはいいぞマジで。ありがとう、ありがとうございます。コナミさん、今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。